こんにちは。クラシックギタリストの高橋義太郎です。今日はベートーベン作曲交響曲第5番「運命」カルロス・クライバー指揮の感想を述べたいと思います。カルロス・クライバーは1930年ドイツ生まれで、その後アルゼンチンに亡命し、最終的にはオーストラリアで2004年に亡くなりました。クライバーの、演奏ですけれども、今回は音源のみ、ということになります。私の聞いたそのアドレスは概要欄に載せたいと思いますけれども、今回は、音源のみということですけれども、これまで別の曲で、クライバーの、動画ですね、指揮をしているところは何度か拝見したのですが、今まで見たことのないような指揮というか、ちょっと私が言うのも本当に失礼かもしれませんが、なんというか自由気ままに振っているように、肩の力を抜いて自由気ままに振っているように見えたのですが、今回のその音を聞くとそういう感じではなくて、全体的な印象としてはすごくタイトな出来となっております。もう最初のそのダダダダンからそうなんですけども、そのダダダっていう3つの音がすごく詰まってるんですね。それでその分、その後のダダダダーンのそのダーンの方がしっかりと長く取られています。で、今までの他の方の場合、最後そのダーンが、っていうのはまるでちゃんとついてるような感じでしっかり締めるのですが、クライバーの場合は「ダーン」じゃなくて「ダー」のままでいって、いつの間にかふっと終わっているっていう感じです。ですぐに、その後のテーマに移っていくという感じでした。ちょっと今回もちょっと私の下手な例えで再現させていただくと、こんな感じでした。ダダダダーン、ダダダダーン、ダダ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 ダ
ないような感じでふっと終わってすぐにテーマに移るという感じでした。でこう全体としてこう締まりがいいというのはこの後の、曲全体にこう通して言えるなという感じがしました。早いところは早く、小さいところは小さく、大きい時ところは大きくということで全体にすごく引き締まったこう演奏だなという感じがしました。聴く方はすごくいい緊張感を持って聴けるので楽しいのですが、楽団員の弾く人たちはすごく大変だったんじゃないかなというふうに思います。それでですね、まあ、クライバーで検索していましたら YouTube 上にその別の曲ですけれどもリハーサル風景が流されているものがありまして、それを見ましたらこう今までのクライバーに対する思いというのが変わりまして、こう自由気ままに振っているという感じがしたのですが、すごく音楽的な欲求がすごく高い、そしてすごくいろいろなものが見えているというところが気づかされまして、まあすごく自分に対してもこう周りの方々に対しても要求も非常に高いものを求めているなというのがすごく伝わってきました。まあ私はもちろんまだまだですけれども、またですねこう改めて他のいろいろな音楽に触れてからまたクライバーの音楽をもう一回聞かせていただければまた新しい発見があるのじゃないかなというふうに感じました。はい、まあそれでですねこういう形で私は今のところだいたい週に一度ぐらいのペースで、オーケストラの音楽をまあ聞いて、まあ、このような形で YouTube でこう感想を述べさせていただいております。 YouTube のこう動画を作るというのは、まあ、他の方いろんな YouTube のチャンネルがありますけれども、やはり一本の動画を作るというのはかなり労力を要します。丁寧にテロップとか、カット割りとか動画編集とかを作り込んだものですと数時間とか数日かかって行くものもあります。はい、
私の場合はその分の労力というのをしっかりとこう一本の、こうオーケストラを聴くとか勉強するとかそういうふうに当てて、動画そのものはこういう感じでこう音声のみなど簡単なものにすみませんけどさせていただいて、とにかくそういういっぱい勉強したものを皆さんと共有するという形で今後も続けて、いきたいなというふうに思います。まず無理なくですね、長くこう皆様とこう YouTube 上でお付き合いできればと思いますので、今後ともよろしくお願いします。最後までお聞きいただきありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください。では、さようなら。